ってますはい、ポケモンも投稿してないんですいやポケモン <laughs> ポケモンまだだからちょっとまあもうちょっとなんかいい試合とかができるようになってきたら撮りたいですけどね酔っ払って,てモンハンする動画まだ上げてください <laughs> もうあれもう上げなくなって5年まだあれ大学1年とか2年とかにやってるからなしかな覚えてないけど結構昔やってる動画ですからね、まあ、あれ実は実際はお酒飲んでないですけどね うん動物の森 <laughs> 物盛森はでもなんかあれやろハッピーホームデザイナーやろあれどうなんやろ面白そうやけどなモコさんいくつ僕今今年で57歳っすねマージャンでちょっと講座開けるほど知識ないわ俺 うん、自宅を特定される動画 <laughs> 何でそんなアップしないからねもう絶対特定とかされたくないわもううんアンハッピーホームデザイナーそれ完全にアブやないかい桃太郎が超パーティーでお前の、えー、大嫌いなレトルトの足首から、えー、首元をぶっ飛ばしてくるらしいか <laughs> 桃太郎すごいな桃太郎ちょっと本当に 一発かましてほしていよね僕はもう当然のこと超パーティーとか誘われなかったんで出れないんですけど敵を取ってくれゴキブリ VS 実況者あれねコミケ終わったとお前の後つけたから知ってるじゃあ俺が帰り何で帰ったか言ってみえおい知ってんねやろどこにすんねん言ってみいこれ。 <laughs> あ今日実はダンボッチの取材来ましたよ普通に俺その模倣としてと言っているよりも普通にダンボッチの一購入者としてたまたま取材に選ばれて今日ちょっと取材受けたんですよダンボッチので来週の水曜日にちょっと新聞に載るらしいから皆さんチェックしといてください日経新聞 MJ ってやつです超、はい、パーだから俺は出ない出れないん、ね、よ俺は超パー出ないです いやギャラとかもらってないですよ。そんなあ。公式放送とかもちろんもらってますけど。暖房値でワイドっていう、ちょっと最近新しく出たやつで。うん。多分暖房値ワイドを買ったって人がまだ少ないんやと思う、あれ。結構最近発売されたやつだから。このキャス、録画じゃないです。 和骨でーすなんかやっぱツイッターの民はあれやななんかちょっとニコニコとはちょっと雰囲気違うよなまったりしてるあなんかね放送放送じゃないけどなんか動画のギャラをとかまだもらってないところあるけどまあまあそれはまだ、ね、別に今はいいやっていううん帳場で超出ないです僕どうも和骨です 皆様こです今ちょっと PC の,あのデータ移行作業中で PC が使えないんでちょっとツイキャスで車の間を濁していこうかなとそう出たかったんですけどね僕運営に嫌われてるんでねはぶられたんですよまたふざけんなって感じやん今からでもいいよ遅くない俺を俺にフォアをよこせ特匿じしないと暴言かけ あ、ちょっとザ・世界さん新曲開けましたよね。ちょっとまだリツイートしと,しとくわ。ザ・世界の神曲をちょっと楽しみしてるぜ。もうくなんだかんだもう9時だよな、今日もな。早いよな、本当に。スプラトゥーンうまくなったほしい。もうちょっと本当頑張ってうまくなります、マジで。もう。うん、ちょっともうゲームをひたすらやる人間になるわ。 桃から生まれた桃太郎桃太郎えな、ー、何それああんかニコニコ上がってたの桃太郎桃太郎のマットやろあれはあれはさなんか最初に俺の顔文字が出てきたところがピークやんなクソ笑ったけどいや多分ローラーじゃないっすかねこれからも使っていくのはカーボンローラーかな シルフィード騒動から、まあそうですね住所得特定から僕1年経ったんですけど、まあ、あれから引っ,引っ越しもしてね、まあ、今では平穏な生活を送っております。コミケ一応、あの今日、冬コミの分募集、また募集しとい応募しといたんで、それから申請しといたから、うん、いつもレゴミツさんの話、楽しみにしてます。レゴミツはもう普通に帰ったよ、この前。うん あいつはまたね地元で地元じゃないわ家帰ってちょ頑張りますっつってたけど冬コミケたらいやまあ本当にねコミケももちろんだけどやっぱ来れない人ももちろんいるからそういう人たちにもねちょっグッズを買っていただけるように通販とかやってまいりますのでうん 生まれるのちょっと新作動画あげるわ土日でちょっと撮ってアップするかポケモンなだからポケモンはちょっとほんとに今の環境になかなか追いつけてないっていうのがあるからな正直午後から行ったけど缶バッチしかなかったえ T シャツあったはずなんだからな黒いやつだけ 黒ティーがね実は56枚残ってんだよねもうほとんどそれが売れたけど、まあ、結構 T シャツのちょっとねお値段の方がするってことだよね生まれの動画あげてもいいけど汚いのだけはやめてくれまあでも次風呂ですからうん カンチ転売されてたちょっと転売中はマジ許さんだぞ俺、うん、なんか今度ライバルリーか誰かのパーティー丸ごとパクって作るわでそれでやるわうん今朝あげた漫画はいや俺が書いたわけじゃないあれ書き手書き手のや人はちょっと匿名希望ということなんでちょっとここじゃ言えないです なんでなんかグッズとか転売しかも転売されてさなんか値が上がったやつを買うやつがいるっていうのが驚きやんなレトルトは小麦で1000万稼ぐもう化け物だなあいつ怪物やな怪物 転売で十万円超えってもうありえへんわ。モコルトさんはね、まあ、どう、どうでしょうね。まあ、やっぱテシャツですからね、げげ、原価と、いろいろね、あるから、でも、レ。まあ、でも、言うって、売上高、でも、そこそこ行ってるんでしょうね、みんなね、売上は。純利益ってなると、また。別の話になってくると思うし。うん、レトルトはさっきてないよ、結局。まあ。まあ、俺だけ、その、なんか、実況者が今回固まってたのが、西。 ブロックだったんですけど僕だけ左東だったんで東はもう本当にに何かエロ道人とかしかないんでエロ道人とあと周りのなんか T シャツオリジナル雑貨とかいやでもコミケスタッフの方割となんか手伝ってくれたね列整備とか手伝ってくれたっていうかまあうん あとスタッフさんで二2人ぐらい俺のこと知ってるって人がいてなんか買ってくれた普通に T シャツ YouTube は最近はまあまあほ本当に YouTube は何でしょうね普通のなんか切り抜きとかニコ動にあげたやつの天才とかしかアップしてないな今のところな東で行きやすかったらマジっすか いやありがとうございますまあでも、まあ、じつ次はね多分西になると思う次もし受かったらうんお前のとこのスタッフなんであんな態度でかいのえ <laughs> 態度でかかったかだってレゴミスと朝持ちさんやで ちょっと後付けはちょっともうあれがねちょ時間がなくて取れないってことで普通にもう丸上げすることにしましたこれこれ VS リスナーのあれはちょっとまた当日これこれさんに確認してルールは決めようかなと思ってます一緒に並んだやつが下打ちしまくりだかれだったマジかまあでもストレスたまるよな ずっとね暑い中の列で待ってるとななんか YouTube さほんまにさんやろニコリコほどは伸びないよななんかフーパの動画はなんか8万再生とか言ってたけどモコツベはもうあれはねなんかまちょっとチャンネル名変えて別のやり方でちょっと やり方変えようかなと思ってるモコツベの YouTube の方は普通のゲームチャンネルは続けてなんかなんかうんモコツベはちょっとやり方変えないとあれじゃもう再生数伸びへんな正直ねえ天さんとこのあのー 最激の動画はもう全部100万差でいってるもんねすごいよ毎回ら更新率遅い割に毎回時間が短いすいませんもあれでも次で最終回ですんで申し訳ございませんマジでうんレゴミ語光イケメンだったよね もってけの動画あれニコ動にちょっと上げてみようかなあれニコ動に上げようかな今さら今さらだけどまあ別に YouTube は本当にニコ動に上げてるのは天才防止っていう意味合いが今のところは強いからねまあでもやっぱね YouTube の方も頑張っていかないとねうん 向こうもイケメンだよ。かっこ笑いは。はうん。今、ツイキャスやってるのは、だからちょっと何回も説明してるんですけど、今、PC の、PC が使えないんで、はい。 まあ僕は嵐の二宮によく似合うよこの前だって間違えられたもんあ嵐の二宮さんじゃないですかサインくださいっつって俺言われたよ俺うん断ったけどねうっせえわマっつって <laughs> くだらねえマジでイカ動画 もうちょっとほんとスプレッドも,もっとうまくならないとな。うん。ピンポンのペコとウリ二つね。何それピンポンって。純一の片桐入るのかと。なんか昨日うんこちゃんがやってた放送のさ、なんかカメラのアングル、あの,ああのアングルだとマジで片桐り入りに見えるな。うんこちゃん。なんかカメラのアングルによってなんか顔が <laughs> 変わりすぎじゃない これ24時間配信って本当ですか <laughs> これ <laughs>、この、このテンションで24時間やれたらちょっと逆にすげえだろうが、お前。こっから24時間で無理、無理ゲーじゃねえか。ほんとによ。スプラトーンの手元ちょっとでもあれやってみてもいいかもな次。次、次回でちょっと一回試してみようかな。 ちょっと他のスプラトゥン動画でも差別化もしていかなきゃいけないんで「お前黒い犬にめっちゃ吠えられた」って聞いたと「あなんかねうんこちゃんの家の犬がね俺に懐いてくれないんですよね」ちょっと手元でねまあカメラをね手元で映手元を映すことによってまあ抑止力にしていくと。 もう僕はもうパッとに八つ当たりしませんっつってそこを投げるみたいなバケツもなどうだろうなんかバケツ今キャスレスチャンシャスランキングランクインしてるマジかありがとうございますありがてえっすわなんだろうなんか多分ツイキャスやってて多分今までで一番人一人なんかしらんけど まあ多分時間、時間の問題でしょうね。うん、マロポンさんはもういいでしょ、あれはもう。ういや、ほんと、ツイキャスしてたっていうよりも、一応、何度かやったことあるんですけど、基本的に僕、ニコニコ生放送で、はい、やらさせていただいててましてね、ちょっと今、PC が使えなくて、スマホからちょっと、サクッと。うん、ツイキャス。これってさ、例えばさ、みんなになんかその延長コインとかもらってるやんか、 それって例えば今やめて今,今30分きっちりで終わったとして次にさ持ち越しできんのなんせっかくもらったやつやねんからストックしときたいんだけどあできるんやあそうなんやそっかそっかじゃあまあいつ終わってもまあいいわけですよねあ一1週間あ期限内なんか1週間3日間持つあなるほど3日間かうん いやあの PC を買えるんですよ、使う PC を。もともと買ってた PC があったん5月ぐらいに。もうなんかもう 2, 2ヶ月以上放置してて、そろそろそ,そっちの方に PC 完全の乗り移ろうかなと思ってたから、今のパソコンに入ってるデータを全部そっちに移し,こ移して、もうそっちでやっていくっていう感じしてこもうスペックも過去最高に i7 のもうデュアルモニターななんかもう i7 でやたらスペック高い過去最高にうん本当は今日のそのダンボッチの取材までにその PC のセッティング間に合わせたかったんけど無理でしたうんでそれをそのダンボッチに入れる取り付けるっていうよりかはあのダンボッチの中にあの設置してもうダンボッチ今後はもうダンボッチでいくみたいな 今ま,でまあ、今までもほぼデスクトップに近いスペックを持つノート PC だったんですけど、やっぱり本家には勝てないということでうん、デスクトップでこく。グラボ、グラボはね、なんでしょうね。ちょっと俺、結構初心者がわからないけどグラ、グラボはでもついてる。なんか、なななんとりあえず、いろんなオプションつけた、つけました。はい。 はいてな感じで鍵かけてないリアーカーっぽい女の子をフォローしまくってい,い,いやまあそれはお任せしますけどもブロックされても知らんぞそんなんやってねうんいやまあてか俺通販で買ったんですよドスパラで通販で暖房地っていうのはその家の中に置く防音,なんか防音室みたいなやつがあってはい ん会社くぶりになってこれまで以上に動画や配信に尽力するんですよね応援してます <laughs> 何そのなんか顔文字うんいや鼻詰まってるわけじゃないですけどねまあちょっと僕ちょっと僕まあ会社のちょっと今いろいろ会社の方であってまあもうちき皆さんにご報告させていただくんですけどうんまあ,まあ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 いいじゃねえかその話だなとりあえずはよいしょ この前可愛い JK がお前のファンだったよ。素晴らしいですね。はい。まあ,あの、ね、今の会社ではいろいろありましたけどね。まあまあ、ちょっとまた,らた、ね、森さんにはその辺はご報告しますけども。うーん。最近、減らりすぎて、別に減らってはないんだけどな。うん。剣士はラブライバーを味方につけた。あ、そうかなん。なんか、ラブライブのやってるやな。 ラブライブを味方につける俺もじゃあラブライブやるかもラブライブとカンコレをやればいいんでしょとりあえずバロリーが大会の切り抜けだけであんな伸びてんのを嫉妬してるぞいやまあまああれはねバロリーさんがやっぱり逃亡杯っていうブランドを作ったからねはいラブライブとカンコレをとりあえずやってりゃいいんだろつってもういっそだからもうさもう カンコレとラブライブをコラボしたらいいじゃんカンコレとラブライブをコラボさせようぜラブライブが逆にだからラブライバーたちが戦艦になるみたいな会社帰りに何何何電車乗ってたら会社帰りのリーマンが携帯の前のプロジェット見てたおおんかそう俺でも今までさ今まで人生ってそういうのに遭遇したことないねんな 結構電車乗んねんけどな。リアルでその俺の話とか、なんか俺の動画とか見てるって人、一回も見たことない。えっと、何がね、コレコレさんのファンですが、モコさんのキャス来てみました。なんか気持ち悪い方々の集まりですね。うん、なんかお前もやぞ。<laughs> お前もその気持ち悪い集まりながら、一人に過ぎないねんぞ、お前。おい、ここにも犯罪者ウィークンがたくさんいるんだから、そういう発言控えろ。リアルに刺されるぞいや、本当すいません。 申し訳ございませんでした。うーん、麻雀動画ね、出しますよ、マイクラ終わったら。はい。いや、もし、でも、いや、そういう話しかけはしないけどさ。うん。てな感じでね、まあ、今日の、もうちょっと、ちょっと待って、PC の移行がどんな感じか。 コミケ帰りの電車で前の人がモコカンバーチつけてたらおおいいじゃないねそういいっすねそういうのねいやーねコミケ本当にお祭りだったってかお祭りって感じでしたよね LINE でモコスタンプ使うと返事が来なくなるからやりとり弁になった時には重宝してるわなんか <laughs> まあまあ既読スルーもなんかなって時にとりあえず俺の なんかスタンプポンって送っとけばまあ会話が強制終了させるな, <laughs> なんかちょっとね僕,が僕の狙いとは違うんですけどまあそういう使い方をしていただくのも全然ありかなとまあ本当今回ねコミケやっぱコミケ後は皆さんお疲れだったと思うんでねまあ俺もあのあとあの次の日本当,ね本当ずっと寝てたからね俺クッションとバンジー通販またちょっとやっていこうと思います通販は。 はい、しっかり今回やっぱ来れなかった人もいると思うんでうん僕関西人ですねはい新しい向こうスタンプはまあ、まあ、まあもうじきにアップできるかなと、はい、来月にははい いやか学校でオールグリーンオールグリーンってうるさくって <laughs> ちょっとそいつちょっと一回芝居といた方がいいぞいつか歌う歌いになっちゃう歌う歌いに白草みたいに少年 T にラジオで紹介してもちょっと俺言っとくわ少年 T に「少年 T お前俺のッズお前ラジオ紹介しろ僕や」っつって。 最近の大腸炎の話。いや、もう普通に薬飲んでるんで、もうだほぼ症状出てないです。かよ大腸炎は。はい。あ、もう30分なりそうだですね。じゃあちょっともうそろそろ終わっていきますか。少年 T は多分俺よりも年下やと思う。結構若いあやつは。うん。モコをかけるサコ。<laughs> モコトモヒさみたいな。 これ延長ってそっかいやちょっとニコ生がどうしよう PC ちょっと待って PC のデータ以降はどんな感じか見ていきますわ。